それではガイダンスを始めさせていただきます。レック専任講師の江口です。で、今日の話は、これからの弁理士業界とは、魅力や将来像ということで、まあ、主にね、弁理士の業務の、説明をさせていただきます。で、まあ、あんまり時間ないんですけども、ちょっと若干早めに終わって、まあ、質疑応答も、していただいたらいいです。私も弁理士業界30年ぐらいいますんで、まあ、いろんな切り口で仕事もしてきたので、まあ、何でも聞いてもらったら、まあ、それらのことは答えられると思います。じゃあ、早速ね、1ページ目開けてください。こちらですね。はい。はい、よろしいでしょうか。拡大は。弁理士の業務は、基本的に会社というかですね、事業上ですね、地域財産を使う場合に、いろいろと仕事があるので、まあ、全体像をまず見ようということですね。で、まず知的財産権、これは非常に強力な権利です。で、まあ、活動の、まあ、根本はね、何ができるかと差し止めできるんですね、侵害されたら。やめろと言える。あるいは過去の行為に関しては損害賠償請求ができる。このやめろってすごい強い権利でしょ、これ。侵害したから、明日からやめなさい言われたら、会社潰れしまうじゃないですか。事業止まってしまいますからね。で、それぐらい強い権利なので、まあ、使わない手はないだろうということなんですね。で、じゃあ、企業活動はそれを、どうしてるかというと、まあ、技術系だったら、技術開発をします。知財が生まれますね、新しいアイデア。作る、取る、使う、でさらに、裏を返せば、他社から権利行使される場合もある。交わす。で、あと活用すると。まあ、内外というのは日本も海外もということですね。で、真ん中のこの四角の中、これはね、研究開発、製造、販売、利益、投資と、まあ、事業活動ですね。で、その中で、売れるものを作ると、会社はこれがぐるぐる回るわけですけども、その時に、売れる要素で何かっていうと、いろんなファクターがあります。ただ、はっきり言えることは、性能面がすごいいいと。絶対、売れますね、これね。新しい技術が出てくると、まあ、これ、産業革命はその一つの例です。あとはデザインがいいとかね。例えば、ブランドが形成されているフィット商品ですね。必ず、これは、模倣投与という声が出てきます。これ非常に、作るのは簡単だけども、マネするのが楽なんですね。アイデアとかデザインですから。で、そうなると利益が減りますね。なので、まあ非常にシンプルな例で言えば、これらを守るために権利を取らないといけない。まさにこの知的財産ということになります。次に活用ですね。まあ実際に持ってるだけだと、すごく負の資産。そういう金もいりますから、権利行使をする。必要に応じて。で、さらに取るんだけども、じゃあ、こういうものが知的財産権として取れるのかですね。まあ、性能面は特許、デザイン、衣装、商標、ブランドは商標、この辺が関係しますけども、知的財産の創造ということで、実際開発したものを販売したら、基本的に、まあ、ノウハウを除いて自由技術になります。だから、権利を取る活動というのをしないといけないですね。じゃあ、技術者が放置しといたら勝手に出してくれるかっていうと、まあ、よっぽどの基本特許だったら出るだろうけども、結構ね、現場に行って、発明になりそうなところ、当たり前と思うものでも特許になります。なり得る。で、それを取ってですね、まあ、ここに活用していくと。こういうことになります。この他社権利の対処というのはまさに為替ですね。開発初期から他社の、知財、っていうのを全部調査して、そこを踏まないように開発していくということもやる。まあ、これがね、まあ、基本動作みたいなものですね。取って交わすということですね。で、それ以外にも弁理士の業務としては、まあ、だから弁理士の業務は全てやるわけじゃないですけども、メインはこの権利取得、登記事務所の場合ね。で、企業の場合はこれぐるぐる回して事業に使うということになる。あとは著作権と不正競争防止の仲裁とか、まあ、もろもろですね。まあ、侵害訴訟も、まあ、別途試験を受けたらできますよということで、まあ、かなり業務が広がっているということですね。あとはね、情報の活用というのもあるんですね。まあ、今、流行りの IP ランドスケープというのがありますけども、
まあ、要は特許広報の中には市況情報では得られない情報がいっぱい入ってます。実験例とかね。でそれを調査することによって、まあ、いろんな情報が得られる。で事業戦略とか、経営戦略に生かすということもできるんですね。でこの中でちょっとページ数若干飛ばしますけど、まず取ることから見てみたいと思います。こちら見てください。とね、5ページですね。で地域財産の話もご存知かもしれないですけども、まあ、特許庁の資料からちょっと拝借してくると、これ一層一つのスマホとってもね、中にはすごい技術がいっぱいあります。で、デザインでブランドもあるですね。じゃあそれぞれ真似されると、まあ、すごいこう知的所有権を持っている人間にとってはすごいダメージになる。だから技術は特許権、実用支援権、衣装は、まあ、デザインですね、これ実証権で、商標は、まあ、いわゆるブランドは商標権と、まあ、これ先ほど説明した独占排他権なので、まあ、差し止め損害賠償請求ができるということで、すごく強力な権利になります。でここの権利化を図るっていうのは、まあ、いわゆるベーシックな機能ですね、知的財産の。でそこを、まあ、特許事務所が企業から代理して権利を取るということをやる。で具体的には出願処理の作成になります。で、これがね結構難しくてね、まあ、最新の技術が入ってくるから、まず特許の業務に関しては技術内を理解できないとこれ取れません、権利はね。なので、まあ、大体化けと非化けに弁理士の、専門は分かれます。で、あと外国業務ですね。まあ、外国で直接ね、代理をするわけではないけども、その外国の、代理人といろいろとやり取りをしないといけないですね。で、大体日本側で、翻訳文を作って海外を送って出してもらうんだけども、まあ、そこがまずいと強い権利になりません。で具体的にはその出願書類を書くんだけども、その権利範囲ってこれ全部文書で書くんですね。でね、大事なのは、これすごい難しいんですけどね、例えば、家のね、不動産の登記なんかは、誰に頼んでも1-0ですね、登記したら一緒でしょ、結論。早いか遅いかあるけど、じゃあね、特許取りますと。その時に、これ文書でざっと書くじゃないですか。で、10人の弁理士に頼みました。で、全部文書で書くから、中身全然違うんですよ。特許は取れる。だけど、権利の広さ、権利行使のしやすさ、もう、弁理士より全然違います。で、特許取れたっていうのは、特許取るのは簡単なんです、別にね。いや、それは難しい、簡単なことはないけども、ある程度慣れてきたら、もう限定したら取れるみたいないじゃないですか。だけど、本当に広い範囲で必要事務のところ、取れますか。で、権利範囲が、実はね、液晶の基本の行為なのに、発明者がその液晶に何かフィルターをかけて、もっときれいに出せる、これが発明だと言ってね、狭い範囲で弁理士がね、あ、そうですね、ってそのまんま届け出書をね、鵜呑みにしてそのまま書いたら、ものすごい狭い系ですね。ある弁理士は、いや、確かにそれはいいけども、一番本質的なところっていうのは、その限定ではなくて、ベースの違うやり方の液晶のやり方でしょみたいなことを見つけたら、気にはよくなるでしょう。発明の本質の認定と言います。はっきり言ってできる人めっちゃ少ないんです。だから今ね、結構課題があって、まあ、皆さんがね、これからね、弁理士になられても、まだまだ改良の時間。まあ、要は、今多いのは、技術者が出してきても、そのまま鵜呑みにして書いてるだけみたいなところがね、結構多いんですね。だから、まあ、ここがね、ものすごくね、人によって変わってくるということですね。まあ、それぐらい奥が深いということになる。それはね、書いてるだけではなかなか分からないですね。特許庁に出願したら、特許なんでしょう。なりましたねで終わりなんですよ。だけど、その時まだ権利行使してないでしょ。で、権利行使したら分かります。まあ、相手がものすごい反論してくるし、それに対してちゃんとこう意図した通りの権利範囲を主張できるのかってできない場合ってものすごく多いですね。交渉、私もずっとやってるから、
だからこそね、この深みというのは分かるわけですよ。はい。じゃあね、まあ、それは、まあ、その便利仕事の腕はあるとしても、具体的にじゃあどんな事務所の仕事があるんですかっていうと、まあ、次のここなんですね。で、こうちょっと見ていただくと、まずね、特許事務所の権利を取るというところのビジネスモデルになります。いや、特許事務所はどんな仕事をしているのかっていうと、先ほどお話した特許出願ですね。で、これも、まあ、20枚とか30枚ぐらい原稿が出てくるんだけども、技術文書だったらその20枚も30枚もね、もらえないですね。まあ、まあ、高いところで40万円とかになるけども、なんでそんな高い金が取れるかというと、これ権利書だからです。ですね。で、ここに書いてあるのが、ちょっと四角ついてるのが便利書の仕事ですね。で、出願します。出願書類を作る。1ね。で、4番。今度ね、一定期間内に出願審査請求というのをしないと、一律取り下げになる。で、まあ、ここも便利書がやりますね。それから、ほとんどの場合、拒絶理由が来ます。だからね、特許できないかというと、そうじゃなくて、まあ、いや、審査官、これ間違ってますよって、間違っとる場合も結構多いし、ちょっと、広めに取り、権利範囲を書きすぎたので、ちょっと限定したら通るやんというところもある。で、ここで拒絶理由の対応というのが出てきます。ですね。だから、一件出願して、一回ポッキーの仕事じゃなくてね、一回出願したら、あと仕事を生んでくれるわけですよ。で、事業的な見方をすると、すごく経営がしやすいということになりますね。それがいろいろ生んでくれると。で、拒絶査定、これ最終判断なんですけども、これ、審判で不服申し立てができます。さらに、拒絶審決に対して、取り消し訴訟ですね。東京高裁に訴訟できる。審判官がね、そうやってこう判断したものを、ひっくり返せるんかっていう話になるじゃないですか。普通はなかなか難しいですね。3人の議題でここまで来ると。だけど、これね、審決取り消し訴訟、私もだいぶやりました。だいぶやったら10何件ですけども、勝率 50% ぐらいなんですよ。めちゃめちゃ普通よりは高いはず。まあ、平均15、6% だと思います。で、やっぱりね、主張の仕方のポイントっていうのがあって、どういうかな、ゆらゆら動くと、ゆらゆらこう主張が変わるとね、もう裁判所認めてくれません。だから、一点突破で、ここ間違ってるんやっていうところを見つけ出して、で、最後までそれが通ると、大体勝ちパターンは解けちゃう、しどろもどろになってくる。大体ね。で、逆に、しっかり検討せんと、こんなもんでいけるでしょうってやると、こちら側がもう言われたしどろもどろになってくると。そうですね。非常に難しいです、これ。だけど、ここまで仕事が来る。それから特許にできるときも、特許になるとね、日本の、まあお金の話をするとね、出願料で、まあそんな取れないですね。まあ取れない分2、30万取れますけども、特許になったらまた成功報酬ということで7万円とか10万円もらえるっていう形になってます。なので、まあ事務所としては、まあ人を抱えていても、ある程度経営はしやすいということになってくるわけですね。で、あとは特許になった後も、まあ無効審判というのはもう係争、まあいわゆる侵害訴訟が絡むと相手の特許を無効にするために、一旦特許になったものに対して審判をかける。で、また訴訟を行くということもあります。だからかなりね、権利を取るという切り口で、特許事務所の事業モデルはこれなんですけども、まあ、それなりにね、経営はしやすいということですね。まあ、もちろん仕事がっていう話ですよ。はい。で、これが、基本的な内容ですね。ただね、ここもね、もう腕の見せ所があって、意見書も正常。でね、拒絶流通知来るじゃないですか。ほんならね、あんまり良くない事務所。もう審査官の、こう言ってますから限定しましょうって言ってすぐに言うてきよう。これ全然ダメです。審査官が言ってることはね、自分が拒絶理由を打ちやすいように、まあ、いわゆる先行技術があって、好きなとこ取っていいと思うわけ。で、そのまま、審査官のことを鵜呑みにして、で、限定しましょうって、限定した内容がね、めちゃめちゃ細かい内容だったら、違うとこをあと見つけるわけや。で、これ限定しましょうよ。そんなのとってどないすんねんいう話ですね。
だから基本的には補正をせずにちゃんと反論できるっていうことが結構多い。じゃあね、クライアントにしたらどうですか。例えば中小企業だったらもう弁理士はそんなん言ってんのから、やっぱこれ無理なんよっていうふうに思って限定したら、もうカスみたいな時からスカスカです。ね、形成法は全然ないじゃん。もういくらでも。はい。だけど補正せずに本能に反論できるんであれば強い権利になりますね。なのでね、これ反論の仕方に全然変わってくるんですよ。で、これもこの辺、ここ経験すると分かってきます。いやだね。だからこの神経という訴訟で、こういうのを自分でやるとね、本来どうあるべきかっていうのも分かってくるし、論理だって論理の構成ですね。まあ、いわゆる論理付けのところで、進歩性を反論する。進歩性というのは容易か否かですね。これ非常にもやっとした概念なんですけど、全然変わってきます。だから、まあ、はっきり言えるのは、まあ、お医者さんと弁護士を選ぶ、弁理士も選ばないと、もうなんか、権利は取ってくれるけど、めちゃめちゃ、なんか、すべすべ権利しか取れないみたいなことがね、結構起こってますよ。まあ、足30年ぐらいおるから、もう誰がよくて、これは、あれもっていう、すごい全部みんな分かりますけど。という世界だと考えてください。だけど非常に面白いです。何が面白いかというと、いろんな技術、いわゆる最先端の技術に当たれますね。で、その話を聞くだけでも結構面白いし、まあ、技術者のディスカッションも非常に面白いし、で、それでいい方向にね、権利を取る方に導き出されば、出せれば、すごいいいことですね。はい、じゃあね、これが基本的な動作なんですけども、さらに最近やられているのは、ちょっとこちら見てください。まあ、今度使う方ですね。まあ、権利取るっていうのは大事だけども、取った権利をどう使うか、まあ、すなわちどう事業に生かすかっていうのが一番大事でしょう。あの権利だけ持ってても、お金いるだけですね。で、どう使うんやっていうのは、ちょっとこれね、作った資料に若干古かって書いてないですけど、クローズ戦略というのは基本です。これ何かというと、ちょっと書いてないけども、まあ、特許で独占ですね。まあ、これは基本動作ということで、だから自分のところで、開発したものがものすごいいい技術だったら、もう独占したらいいわけですよ。なら、競争がないから、値付けができますね、自分たちで。で、例えば、青色ダイオードとかね、まあ、だいぶ前に、まあ、四国の会社が作って、あれ、やっぱり特許取って独占できたから、あそこまで大きくなったというのは事実です。ですね。これは基本です。だから、まあ、競争がない状態に持っていくっていうのはすごく大事なんですね。ただ、最近はですね、研究開発から製品化までの垂直統合の形、すべて自社内で完結するモデルっていうのも、事業自体もクローズ。っていうのが日本の主流でしたね。これ全部生産から販売も全部自分のところでやりますよ。一番儲かるじゃないですか。だけど、ちょっと難しくなってた。環境の変化。グローバル経済化による競争の激化、製品ライフサイクルの短縮、技術の行動化複雑化による技術開発コストの上昇、デジタル化によるビジネスエコシステムの進展、クローズ戦略の限界がある。ある程度分担しないと、一社だけではなかなかね、すべて賄えないっていうことがありますね。例えば、日本の、お家芸の家電、どうなりました？大型テレビで一時ね、なんとかモデルでザーッと作ったでしょう。だけど、もう全然、世界で競争できなくなってしまって、まあ、大手のところがね、ですね、もう台湾の企業に買収されたりね、あれ、なんであんな思ったんやっていう話だとね、あれ、一社で全部作ってたんですよ、最初から最後まで。それに対して、その東南アジアとか、こう、モジュール化できたから、デジタルでね、で、昔はアナログの調整とか難しかったので、ノウハウがあったから作れなかったんだけども、全部モジュール化したら、組み立てたら終わり。ほんなら、国際分業体制で、あるか、例えば台湾の会社がね、その画像処理のモジュールをもう一気に作りますよと。それを海外全部の企業に供給しますよって、ものすごい量なわけですよ。一社で作る量と全然違うから、コストがめちゃめちゃ安くなるわけですね。ということは、
要はテレビに関して、あるいはもう家電業界一番、まあ、いろいろこむ、その波をこむったんだけども、価格でかけな、か、勝てなくなってしまったんです。ビジネス成功システムというのは分担です。要はね。だから一社独占っていうのをいつまでもやってたので、まあそこがもう海外で勝てなくなってしまった。価格的に追いつけなくなってしまったというのがブローズの限界という話ですね。ちょっと事業の話。で、あとオープンイノベーションでもう自前で全部開発するのは難しいから、まあ大学から技術を導入したり、他社と技術を交換したり、自社技術も開放したり、でさらに最近はね、カーボンニュートラル、もう二酸化炭素ゼロにしましょうって言ってるわけですよ。で、あれはね、なんでしないといけないかって、欧州中心でね、あれ戦略なんですね、ある意味ね。で、ああなると、CO2 を落としてですね、燃料も、カーボンを出さないようなものに変えてやらないと、事業に寄せてもらえない。投資もされない。っていう状況なので、どこもそれを下げるっていうのが必要なんですね。カーボンに、自動車でもゼロに、全部電気自動車にするとかね。まあ、水素自動車にするとか。まあ、あれ、全部電気自動車にするのが欧州の戦略です。で、日本が内燃機関が強いでしょ。で、日本は水素とかね、トヨタはまだいろんな手を打ってますね。で、水素だったら今の技術をそのまま使えるから、それは欧州にとってはよろしくないので、電気やってこういうふうに言ってるわけですね。ただ、そういう状況になってくると、ものすごいイノベーションが必要になってくる。で、そこで、例えば日本は2兆円ですけども、中国は80兆円とかね、アメリカは100何兆円とか、まあ、そんな、予算をそこに当てるって言ってるから、エコシステ、カーボンニュートラルをしないといけないし、イノベーションもしないといけない。となると、一社では絶対無理です。いいですね。で、協業というのが一つ必要だと。まあ、オープンイノベーションがより必要になってくるということですね。で、そこで、オープンクローズ戦略というのを聞かれたことあると思いますけども、まあ、これ、標準化のところでよく出てくる話ですね。で、クローズ戦略というのは全部一社でやりますよ。で、特許も独占して自分のところでやりますよ。ということですね。で、これは一番よく儲かります。だけど、それが通用しないんですね。なので、あるところはオープンにして、あるところはクローズにするっていう戦略というのを、まあ、立てて成功した企業というのがいっぱいある。で、次のページ見てください。で、ちょっとこれを見ていただくと、テレビの例、パソコンの例ですけどね。自社で全て生産をするというビジネスモデル。で、もう20年ぐらい前ですかね。IBM とかがメインだったですね。で、今どうですか？パソコンやってないですね、もう。他のベンチャーとか、デルとかがバーッと出てきてね。あるいはインテルが、だから CPU っていうのはもうご存知ですね。全然ガラッと変わってしまうわけですよ。で、なぜかというと、まあ、まさにですね、クローズ戦略っていう一社独占でやってたんですね。で、それで、じゃあ利益が上げられたんだけども、一番のポイント、デジタル化ですね。モジュール化。誰でも組み立てられるようになったわけですよ。で、一つの例を言うとね、まあ、これはインテルの例ですけども、どういう戦略を取ったかというと、最初はインテルはやっぱり全部、供給しようとしてたんだけども、まあ、なかなかこう、価格的にコントロールができないというか、儲からない。そこで、マザーボードをですね、CPU に載せるマザーボードですね。で、これがですね、台湾の企業というのが、ものすごく国の支援を得てですね、すごく大量に安く作れる技術がある。で、そこに、もうそこのインターフェースを全部開放して作らせたんですね。そうなるとどうですか？そこは大量に安く作るから、もうシェアがもうほとんど1倍になってしまうわけですよ。で、じゃあそのオープンにしましたと。シェア1番です。で、技術を開放してちょっとライセンス料もらいますよ。仕入れてます。ですね。じゃあインテルはどうしたかというと、
この中でこれが大量普及するように持っていって、ただですね、CPU、ここに載ってる、そこのね、そこだけは自分のところで独占しようとしたんですね。で、その時にどうしたかというと、マザーボードを 大量供給して、インターフェースを全部オープンにして、だからオープンにするとどこでもつなげるんですね。だそこでみんな、そのハードディスクが過当競争が起こる。で、値段が安くなるから、バンバン売れる、CPU はね。でそこで、CPU じゃなくてパソコンが売れる。CPU に関しては、どうしたかというと、ここでですね、特許を取ったんですけども、ピン配置の特許なんですね。で、ピン配置の特許だけども、このマザーボードはそのピン配置を取ってます。取らしてるんや。ということは、インテルの CPU しか入りません。他の企業がそのピン配置のやろうとしたら特許に引っかかるからできないわけですね。ということは、インテルはマザーボードは開放して CPU だけでそこをクローズにして儲けよう。すなわち、オープンにすることによってシェアは広がるけども、その中の一部は開放しませんっていうのは、これまさにオープンクローズです。だから全部利益は得らへんけど、どこで儲けんねんって、これがまさにオープンクローズ戦略ですね。で、それで今どうですか、インテルも一番なってますね。まあ、最近ちょっといろいろごちゃごちゃしてますけども、というのがビジネスエコシステム、オープンクローズ戦略ということで、特許の使い方なんですよ、これね。で、特許わーっと取ってもね、標準化してくると開放しないといけないですね。となると、ライセンス料よりも、その安く作って儲ける、そこの方がよっぽど利益がでかいから、もう特許があるうんぬんってあんまり影響しないですね。なので、まあ、その辺の事業をどう活用していくかというのはすごく大事だというのが、まあ、最近の例です。で、さらに、使い方としては、IP ランドスケープというのがあります。で、これは聞かれたことありますね。最近ごちゃごちゃ言ってるし、新聞でも出てましたね。で、コーポレートガバナンスコードに、知財というのが入ったので、取締役はこう知財をこう、管理をしないといけないというふうになりました。で、これ何かというとね、特許情報の活用なんですよ。でね、特許情報の中には何があるかというと、特許情報は明細書です。ならね、そのある企業が何か技術を開発してるんやったら、その事細かくね、その技術の内容が書いてあるわけですよ。で、かつ発明者まで書いてある。ね、それをずっとね、たどって見てくると、ある分野のところを見たら、ずっと開発でちょっと伸びてますと、これ、バブルが出願ケースですね。これずっと開発続けておると。で、だんだんしぼんできたと。で、ある会社は、もう全然出願出てない。これ闇を見たんやなっていうのが分かる。で、さらに、なんかずっと出てるので、これだけを取ってきて母集合にして、これガバッと取ってきて、ある、キーワードで絞ったものの出願ケースですね。で、この中を母集合にして、また、そのどういう技術があるかっていうのを軸を取ってみると、あれ、今までない技術全然出してきとるということで、トレンドが分かるんですね。なので、まあ、こういうことを、その、どういうかな、開発をするにあたって、市況情報、で、社内の情報、競合の情報、で、表に出るのは、その細かい内容は出ませんけど、特許出願の明細書の中にはその情報が入ってるんですね。それをいかに見つけてくるかっていうのは IP ランドスケープです。で、これ見てください。ある分析装置の開発トレンドってね、まあ、これ模式図ですけども、感度とか分解能とかいろいろね、そのファクターがあるわけですよ。その、性能を評価する上で、で、それをどの技術で、解決せるのかというのを軸で取ってます。だから、その、分解能と技術にっていうのが明細書に入っているものっていうのを集めてくると、バブルでこんだけだと。で、やっぱりこのいろんな技術が広く使われてるとかね、分解能に関しては技術2と3やと。じゃあ、こういうことが出てきたら、ここだけもう一回見てね、中全部読んだら、どういう技術で、どういう内容でこれを達成してるのかっていうトレンドというのがわかるしですね。他にもね、その情報の切り口でですね、用途探索とか、あるいは、顧客情報までわかるわけですよね。ある分析装置やったらね、例えばな、
中国でじゃあどこに売ろうかなって言ったときに、じゃあどういう実験してますかっていうのを分からないですね、もう出てこない。だけど、明細書の中には実験データがあるから、実験装置まで書いた。だから、競合がどこに出してるかも全部分かるわけですよ。で、それをずっと掘っていくんですね。見つけ出す。で、そこですごいね、トレンドとか、新しい用途とかが分かる。こういう活動もやってます。だから、かなり知財はね、取るっていうのはベースなんですよ。取ったものを使う、あるいは他社の知財情報を活用する、いろんな側面が出てきます。なので、こういう仕事もね、今度出てくるという話になりますね。こういう分析結構難しいですけどね。はい。で、ですね、じゃあ、ここですね、弁理士の優位性とか言いますけども、産業成熟化により新技術アイデアが生き残りの鍵と、これはもう誰も異論はさないだと思います。ということは、知的財産というのも命ですね。どこの、もう世界中でね。なので、その活用というのは必須になってくるから、その専門家は絶対に必要になってくるということになる。で、今現在ですね、一時バブルの頃は900人ぐらい受からしてね、いろんな人が弁理士通ったんですけども、今はね、200人から300人ぐらいの間で、ちょっと落ち着いてる状況です。だから900人の時勉強しとったらね、ちょっとやったらもうちょいと受かったみたいなところはね、実際あるんですね。なんかあんまり勉強してんでも、なんかこんなん受からしてもええんかいうのがいっぱい受かってる止めもありました。わしずっと口実とか全部教えてますからね。だけど、それは難しい。あれはね、それは試験の話なんで、また仕事とは別ですね。で、特許事務所で働く人も多いし、企業の知財部、大学の知財っていうのも、大学でいろんなイノベーションを開発してるので、いろいろとね、薬品で企業と揉めたりもしてましたから、やっぱり大学で出てきたその知財を適切にね、保護していく、扱っていくという意味でも、専門家が必要です。さらに、国地方公共団体も研究機関がある。で、海外で頑張ってる人もいます。海外で頑張ってる人っていうのは基本的にね、日本人はね、アメリカの弁護士資格を取ったりするんだけども、ネイティブにそんな勝てるわけないでしょ。英語ね。だから、海外で頑張ってる人は日本人のお客を相手ですね。大体そうです。だけど、そこのインターフェースが必要なので、間に立ってね、お客さんにサービス提供するっていうのも一つになりますね。で、いろんな能力が必要です。だけど、特許だけじゃなくて、ブランドの商標もあれば、デザインの衣装もあります。で、先ほど言ったような IP ランドスケープみたいなものとかね、戦略を考えるというのもある。でね、基本は出願書類の作成なんですね。で、これは強い権利を取るか取らないかというのは、弁理士と腕の見せ所というような話がありますけども、やっぱり基本的な専門的な技術がないと発明ってわからないし、発明のポイントを捉えるというのは、さっき言った発明の本質ですね。技術者から出てくるっていうのはもう実施例が出てくるから、技術者ってね、それを発明して、こんな返しました言うけども、発明分かってないでしょ、基本的にね。開発したのはこれ返したって分かるけども、本質って一体何なんやいうふうになると、もっと広いところで取れるやんっていうのが、ある場合が結構ある。で、それを見抜くっていうのが大事だという話ですね。中間処理。これは対特許庁処理です。これもね、弁理士によって対応の仕方でね、もう狭い権利でと、あの特許を取ったり、広い権利で頑張って取れたりというのがある。あと、相手がいる場合は交渉力ですね。それから、技術価値、発明の価値の目利きとか、他の、係争だったら民法とかの知識もいるし、判例もいるし、訴訟能力。で、海外の、リエゾンをするのであれば、海外の法律も分かっていかないといけないし、とか、いうことで、で、英語も、海外の仕事をすると英語は便利ですね。共通語なんで、誰とでも喋れるという話になるから。ということで、全部できたらスーパーマンですけども、どこで自分は伸ばすんやっていうのを考えて、やれば、すごいいいことです。で、それをやる上でね、まずね、出願書類の作成とかね、これ弁理士でないとできない仕事っていうのがあるわけですよ。英検一級は別に、
あれ認定ですけども、こっちライセンスなので、便利取ってなくて、特許事務所できないですね。で、ライセンス取らずにやったら逮捕されますよ。便利商法違反ということでね。非便行為ということになる。なので、まあ、いろいろ、ですね、実力をですね、発揮できる、環境というのはものすごく揃っています。狭い世界なんだけども、非常にやってて非常に面白いですね。まあ、私30年間やってますけども、まあ、自分にとってもすごく合ってるなと思いました。最後ですね。これ。じゃあ、弁理士となるためには何が必要なんですかというふうに簡単に説明すると、弁理士試験に合格するということです。でから、まあ、最近はね、弁理士の実務研修というのをやってくれるんですよ。一応お金いりますけどね、これね。で、その実務研修を終えて、いろんなレポートを出して、初めて弁理士登録ができるということになります。で、まあ、ご存知だと思いますけども、お手元にパンフレットがありますか？まあ、ちょっと簡単にご紹介すると、まあ、これ読んでもらったらわかるのでね、あんまり、詳しくは説明しませんが、ここですね。これ見ていただくと、担当試験の合格率で論文講じてありますね。これは24ページです。で、3つ試験あります。担当試験。これ、5択。60問。で、3時間半です。1日で終わります。論文式試験。これはね、必須と選択というのがあって、で、だいたい25%ぐらいなんですけども、こちら見ていただくと、隣のページですね。担当試験の試験科目が基本7科目。知財のね。で、年1回。この、受験地でありますよと。で、担当試験に1回受かると、これ39点で受かります。60点中ね。論文試験に進んでいただく。で、論文試験では、大阪、東京でやりますけども、これ3科目です。特実、いい、小ですね。で、2時間で2問。で、これは実際に書かないと。手で書かないと。で、私が合格したときで91年なんです。だいぶ昔ですけども、その頃はね、どうだったかというとね、まず担当試験があって免除はありません。今ね、一回担当試験受かると、その次の年とその次の年、担当を受けなくてもいいんです。論文からいけるんですけど、そんなのないんですよ。で、論文試験ね、特実、いい、小、条約で5科目が必須です。今3科目でしょ。で、それぞれ2問、1問、1問ですから、全部2問ずつ。で、さらに選択科目というのが、まあ、今もあるんですけど、これ1科目ですね。選択の一番下ですね。から1つ選ぶ。これ別の日にありますけど、これがね、私の時は3科目。全部で8科目。で、試験は月、火、水、木、金、土まであって、で、全部行く場合と、月、火、水は行って、木、金ぐらいで終わる場合と。ずっと通うんですよ。で、夏にクーラーなし。ですね。だからめっちゃ大変でした、はっきり言って。でも、覚える量が今に比べたら段違いで違う。だから、もう20年か30年ぐらいやっても、ね、一回も受かりませんっていう人いっぱいいたけど、今は結構1、2年でさっさっさと受かる人が結構多いですね。ということで、ちょっとポイント言うと、担当試験1回受かったら、まあ、例えば令和4年に合格したとしますね。だからそのまま論文を受けていただきます。で、令和5年と令和6年は担当試験を受けずに論文から受けなので、まあ、1年目で確実に担当があって、そのものも受かる人もいますけども、担当を、合格して、で、2年目で確実に論文に集中して、まあ、これは基本的なパターンになりますね。こういう試験は今ほとんど受かります。まあ、東京で、口頭でね、やり取りするんですけども、ほとんどが受かるというものですね。というのが今現状の試験になっています。で、あとね、ちょっと簡単に言うと、試験のポイントですけども、まあ、絞る。必要最小限の内容にね、まあ、試験に出るところで勉強したら、まあ、あまりべ、あの、少なくて済むだろうと。わかる。ちゃんと理解する。字面だけ音上で背景を噛み砕いて理解する。で、こうするとね、結構頭の中に残ります。で、セットね、入れて残す。これが大事なんですね。見てるだけだと、ああ、こういうことなん
だなっていうのは分かるけども、それがね、やっぱり本試験の時にちゃんとアウトプットできるぐらいまで持っていかないと、試験なかなか取れないですね。ここは結構ね、厄介なんですよ。やっぱり精度をね、どこまで上げるかっていう話なんだけども、これぐらいぼやっとしたのでいいかなと、結構ね、その法律の場合要件なので、正確性が要求される。まあ、ここをどう乗り切るかということですね。内容は非常に簡単です。でちょっとね、最後にちょろっと問題を見てもらうと、どんな勉強するかということで、まあ、これはもう聞かれたことあるかもしれないですけども、ちょっと見てください。一番下にね、例題があって、ここは自転車への特許権者であるがって書いてますね。ね、まあ、非常に簡単なものです。特許権持ってる。で、オツが自宅で自転車を組み立てて、組み立てた自転車を、個人的に使用している事実をつかんだ。勝手に使ってる。こうはオツの、使用行為をやめ、差し止めることができるかですね。特許権持ってる。勝手に、組み立てて、勝手に乗り回しとると。これ、けしからんということで、やめさすことができる。で、これはね、法律に辞めさすことができるって書いてないとできません。なので、法律探しに行くわけですよ。こういう相談を受けたときにね。じゃあ、どんな法律があるかというと、特許100条というのがあります。一番下ね。勝手に特許使ってるというの。辞めさすことができること。それは当然ね、最初のガイダン、最初の話で、知的財産権の侵害を差し止めができるんだという話をしましたね。で、一番下に見てもらうと、専用自主権者飛ばしてください。特許権者は、事故の特許権を侵害するもの、その恐れがあるものに対して侵害の停止を請求できると書いてますね。侵害したら、請求できるって書いてあるから、あ、できそうだなっていう話になるわけですよ。いいですね。侵害するもの、恐れがあるものに対し、侵害の停止を請求できる。で、これ条件は何かというと、特許権の侵害ですね。で、効果は差し止め請求ができると。だから、当てはめれば。じゃあね、特許権の侵害って一体何ですかっていうの、そこも条件が、条文から導き出せる。で、それはね、この下から2行目見てください。正当理由権限なく第三者が特許集めを業として実施することって書いてある。で、また知らない言葉が並ぶので、ちょっと分かりにくいですけども、まあ、正当理由権限は何か特別な権利がある。これは書いてないですね。で、第三者、これ、オツです。特許集めを実施って、また定義がある。これ使用したり組み立ったりするのは実施。今回は使用してるから実施に該当する。じゃあ、業としてって何ですかっていうと、これ事業としてっていう意味なんですね。で、事業としてという意味はなんでなんやっていうと、これは国会でね、侵害は事業としてやって、たら侵害だけど、個人的に使ってたらそんな侵害でこう差し止め請求するのは行き過ぎやろうって人間がルールで決めてるわけですよ。だから決めたルールが書いてあるだけ、法律にね。だったらどうですか？個人的に使用するって書いてますね、ここに。個人的に使用してる。まあ、これは個人的だから業としてじゃないわけですね。ということは必要条件満たさない、できませんと書いてある。だからすごくね、法律は論理的で、何々だったら何々できるって、この組み合わせなんですよ。で、何々だったら何々できるって、これは別に意味さえ分かったら誰でも分かりますね。日本語だから。で、まあ子供はね、言葉知らないけど、大人だったら分かるじゃないですか。で、そのセットを頭に入れて、じゃあなんかイベントが出てきたときに、そこに当てはめて、こんなんできますよっていうのは法的アドバイスってことになる。何も難しくない。めちゃめちゃ簡単ですね。ただ、じゃあなんでそれ難しいんやろうと、まあ、英語と一緒で結構たくさんある話ですね。たくさんあるものをいかに頭の中に効率よく残せるか。こうです。で、これが、をするのが入門講座でいろいろノウハウがあって、私が提供できるサービスだということになります。で、簡単に言えば、長い文章を圧縮してキーワードに落とす。で、あとトリガーをいくつか
廃棄を考える。まあ、そうすると情報量を減らして必要なない情報量を減らして理解を深めて必要な情報を引っ張り出して再現する。もうこれが全てですね。これいかにやるかと。こういうことだと考えてください。はい。じゃあね、時間が来たので、一応これでガイダンスを終わります。